水野さんもう2週間前が大変すぎて<ー>なんか僕いまだに声カスカスなんですよ確かにね今日カスカスだなと思って <laughs> カスカスなんでど,どうしたんですか40時間収録した40時間 <laughs> 40時間死ぬって <laughs> 本日はですね雑談会で、うん、以前、うん、結構前に出した動画「うん、ゆるガクトハウス」っていう構想を始めますよ、はい、っていう構想の途中経過 を喋ろうとはいはいゆる学とハウスね一応説明しておきましょうかはいゆる言語学ラジオこのフォーマットこれフランチャイズ展開できるのではそう考えた堀本健はいそのフランチャイズプログラム始めましてはいえっとあれ告知したのがいつぐらい6月とかに告知したんでしたっけそうですね多分そうですよねで応募動画みたいなのをわっと頂いて100件以上来ましたよね多分ね170ぐらい来たんじゃない百七十170ぐらいわって見てえっと受かった人 が今 YouTube チャンネル上で一時動画を全部できたんですよね。そで,でその一時動画をもとに、うん、えっとこの人とえっ、ー、とその受かった人と堀本さんの二人の番組ってのが今ポツポツチャンネルに出てるんですよね。毎日上がり毎日上がってる。でさらにそこで勝ち抜いた人が <laughs> えっと三時選考に進み、そ,そこで勝った人が <laughs>。 番組を実際に始めるとそうういなんでまとめると一次審査は動画審査皆さん送ってくださいねと5分の動画であなたの喋りたい学問について喋ってくれとそれいい人だけ選ばせていただきましてこのスタジオに呼んでみんなと収録をし堀本との収録という二次審査を経て最後10人まで絞ってみんなでテラスハウスみたいな映え物件で2泊3日共同生活を送って。 なんかラジオ撮っちゃうみたいなことをやって、うん、最終的に新しいゆるなんとか学ラジオが誕生する、はい、という世にも珍しい世界初だと思う、うん、ラジオ誕生リアリティショー楽しみですよねだから次のゆるまる学ラジオはどれだと、ね、そういうプログラム、ね、そうですね、はい、で、えー、と堀本さんが先週した40時間の収録っいうのは要はゆる学とハウスの 二次審査だから、えー、と受かった人と堀本さんの番組をいっぱい撮ったと、はい、そうですねこれがさびっくりしちゃってさはい、はい、まずそもそもこれ二次審査に残す人、うん、何人ぐらいにしようかって言ってたら、まあ、もちろんその収録しなきゃいけないから、うん、時間的に限界がありますから20人にしようって言ってたんですよそしたらさもう一次審査の動画良すぎて、うん、まあこの人は通すしかないよなー この人も面白いからこの人も通すよな40人になったな <laughs> あれおかしいな <laughs> 倍,倍になっとる倍になっとるあれおかしいな、うん、そんなわけないんだよな、うん、みんながみんなそんな出来のいい動画送ってくるわけないじゃんはいだってみんなプロじゃないですからねプロの芸人さんと違っておしゃべりの技術鍛えてないですから、はい、そんなできいい動画あるわけないよと思って数え直したら40人でして、うん、しょうがない40人やっちゃおうっ,って <laughs> 4十二やっちゃおう。<laughs> まあね。楽しいでしょうけど。でもね。でもね。はいはいはい。言うてもね。うん。まだそんなに問題じゃないのうん。なぜなら。 収録尺 1>,、うん、1人15分で台本用意してきてくださいって言ってあるんですよだから20人だとしても300分とかですもんね、うん、5時間までは終わるだろうとはい、はい、20人で300分だからまあ40人ら20人増えちゃったとしても300分プラ,プラスになるだ,けです、ねね、だから10時間かな全部で、はい、で終わるはずやろうと、うん、思ったんですけれどもですねまあ皆さん15分に収まるように用意してきてくれといった台本を使って平均38分ぐらい喋ってました下手くそ <laughs> 下手くそ 俺が教えてやりたい尺とは何たるかをね <laughs> 教えてあげたいあのねこれはあなたが始めました <laughs> この文化は <laughs> 今回も「徒歩待ちしちゃいましたヘラヘラとかやってるからそういうもんだと思っちゃうじゃんみんな <laughs> 堀本は長く喋っても許されるやつだと <laughs> そういやーごめんなさいね徒歩待ちの系譜なんですよこれはでもねほんとあの、うん、直近、うん、直近って言ってもまだ公開されてないですと思いますけど、うん、生成文法会シリーズはい、はい 全4回って言って、うん、なんかコメント欄の人とかね、うん、なんかみんなどうせあの4回なんて収まらきけねえだろお前みたいな全12回かなとかね言われてましたね、うん、マジで4にしましたからねおあれそうだったあれ全4回だったのちゃんと収めましたもんあだから水野さんは丸1年半ぐらい続けた結果、うん、ちゃんと守れるようになった、うん、成長速度遅っ遅 <laughs> しかもバカみたいな達成なんかこれができるようになったとかじゃなくてちゃんと尺を守れるようになった <laughs> 時間を守れるようになるのに1年半 小学生みたいな。クソ無能じゃねえか。<laughs> <laughs> まあまあまあ置いといて。<laughs> まあまあでもそうだからミソさんでも一年半かかるんだから。はい。いきなり来た人ができるわけないですよね。そうあのねやっぱね。堀本さんが入る時間を計算できないんで。そうそうですね。自分が十分戻せられるような準備をしちゃうんですよ。そ, <laughs> それはしょうがないですね。はい。まあのでまあ全員ものすごいはみ出まして一人一時間ちゃんとかっきり全部使って。うん。うん 全部使って喋るんでですよあの交代時時間間とかまで入れた1時間も休みなしでずっと喋り続けて,てだから1時間以内にって全撤収なのに1時間分喋り続けてるんですだから結構な量の人が次の候補者と顔を合わせてます <laughs> ちゃんと入れ替わりになるように時間組んだのに来ちゃって <laughs> <laughs> あ「あこんにちは」みたいになって。 あすみませんまだ終わってないんでちょっとお座りになってお待ちくださいって言ってニヤニヤしながら聞いてるっていう、ね、堀本さんはさ休憩なしでしょそうするとそう僕はね休憩ゼロでえぐ死ぬて <laughs> 休憩ゼロで12人ええー、12時間ぶっ通しみたいになって僕はさそのやっぱゆる原稿枠ラジオやるよりも、うん、ゆるコンピューター科学ラジオやる方が疲れるんですよ、うん、聞き手の方が疲れますよね,聞き手の方がね疲れそうこれ意外な事実なんですけどポ、うん、ッドキャストやってる人聞き手の方がめちゃくちゃ頭使うっていうアドリブで昨日聞いたこと言わなきゃいけないからそうあっちこっち考えなきゃいけない、ね、話も理解しなきゃいけない し、うん、スピーカーの説明に過不足があればそれをこうねしれっと補足したりしなきゃいけないんで、うん、これ疲れるんですよそうですねそりゃね死ぬよ <laughs> そりゃそうだそうだからもう喉カスカスになるし確かにヘロヘロになるし、うん、お死人のような死人のような顔であっお,お,お疲れさんですってなってました <laughs> まあそうなるよねその後何もできないでしょう、ね、何もできな,なよ、ね、泥のように寝るでしょういやでもねそれも あんまり苦じゃないぐらい、あ、やり通せるぐらい面白かったですね。<ー>みんな台本が面白いのなんだって、うん。まあ、ね、一時をくぐり抜けて、さらに、一時くぐり抜けた人たち、ね。そうですね。はい。一時くぐり抜けた人たちだ、だし、かつゆる言語学ラジオめっちゃ聞いてきてくれるから、はいはい。とんまなが合ってるんですよ。うん。嬉しいですね。僕がテンション上がる話を完全に理解して持ってくるんですよ。<laughs> はいはいはい。<laughs> <laughs> だからねまあ、まあ、ハックされてるって気持ちります、ね、160回ぐらいのサンプルがありまますすすからねね <laughs> 十分なデータそうでで、ね、学習できます、ねはいあのもっとすごい人でいうと僕の個人的な YouTube チャンネル、はい、いつもライブ配信やってるやつの切り抜きチャンネルの中の人もエントリーしてきてましてこの人はもう僕が食いつくであろうことを完全に <laughs> 完全に理解した上で台本書いてきてるんで。<laughs> <laughs> すごい悔しかったですなあれはお前お前俺をハックしに行くんじゃねえ <laughs> わちょっと悔しいな俺それ負けたくねえな <laughs> その堀本健ハック対決はちょっとね切り抜きさんに負けたくないですねちょっとねあのまだ上がってないんですけど、うん、その切り抜きチャンネルの方がゆる製薬学ラジオはいっていう、うんはい、一番最初の方に一次動画が,上がったやつ、ね、そうですね一次動画は最初に上がってましたね二次、うん、はまだ上がってないこれから上がるんですけど、はい、その方が持ってきたのが、うん の正しいバカに仕方 <laughs> もうノートのタイトルやんか堀本さんの。<laughs> <laughs> みんなはフんフンをいじりがちなんだけどあれは素人のいじり方で本当はほにゃららをいじるべき <laughs> 性格悪い性格悪いよもうねツボにはまりすぎてずるいよこれはっていうなっちゃいましたね普通の人はね本当は面白いまるみたいなね、うん、タイトルつけちゃうところですけどね<う>さすがの切り口ですねプロはここをいじる <laughs> いねえんだよそれのプロ。 素晴らしいです逸材ですね <laughs> そうだからねみんなすごくあの楽しい台本を持ってきてくださってですねうん、うん、本当に楽しい40時間になりましてそれが今ジャブジャブ毎日上がってますんで、うん、ぜひ皆さん見てほしいですね,ね面白いですよ本当毎日ね40時間死ぬ気でやりました、うん、すごいパフォーマンスもね平本さんよく出ててね <laughs> あれ なんかコメント欄にもありましたけど、うん、あれ一周回って堀本さんが自分の有能さを誇示するための場なのではっていうね深山もありまし <laughs> 逆にね、はい、こいつすごいなとこいつ聞き手としているとだいぶ番組成立するなっていうのがちょっとバレンスあるのでねあ,あよかったよかったそう,そうなんですよねここのね彼有能な聞き手なんですよねほんとに、はい、でもね ななんかにってました途中から聞き手「はい」みたいになってきて「他の回みたいな感じやんそうそうそう後ろの方がかえって辛くないみたいな状態た他の回ってあれねゆる語学ラジオでずいぶん昔にやった全7回ぐらいのやつ後半からもうランナーズハイに入りすぎてなんかもう二人とも休憩なしで撮り続けてましたあれすごかったっすね行かれてました最後まで行っちゃいましょうってさだのぶ先生の理論が出始めたあたりそうそう最後まで行こうってなってましたねなってましたけどそういう感じになっていいっすねあれなかなかねそんな経験できない機会だと思うんでね 楽しかっったたです印象的だ人いますかいっぱいいるんですけど例えばですね「ゆる心理学ラジオ」のマンさん最初に上がったやつですという方が一番最初なんですよこれ。でこれ収録順でも一番最初で一番最初に来た二次選考の候補者なんですね。なんで僕も全く未知なんですよ。初初めてのの人人とと対面いきなりここで 10分ぐらいのアイドリングだけして、はい、じゃあ撮りましょうかって,言っていきなりラジオ撮り始めるって初めての経験なんで、はい、どうなるか全然わかんないんですよ。で言うたらちょっと僕もこうドキドキしてるんですよね。うん、でこの「ゆる心理学ラジオ」の方の語り出し最初が「今めっちゃ緊張してるんですよ」っていう話で。うん なんか僕これ一瞬あこれダメかなって思ったんですよはい、はい、なんか非常に凡庸な入り方なんじゃないかはい、はい、素人がマイクの前立たされた時に一番やってるやつのなんかヘラヘラした感じかなと思って一瞬不安になったんですけどそこからのリカバリーがすごくて、うん、<laughs> 僕今めっちゃ緊張してるんですよ堀本さんを前にして怖いな不安だなって思ってるんですよこの不安っていう気持ちはヒルガードの心理学16版によるとドズンって分厚い本を置いて <laughs> えー、実在するかどうかわからない不確かな恐怖に対して抱くものな、うん、確か脅脅威。か確か脅威。実在するかは,はい、はい、不確実な脅威不不確確実実実なな脅脅威。威在するか不確実な脅威に対して抱くものなんですよって言ってドスンってことは分厚い本を置いてだからまあ堀本さんは実在するか不確実な脅威っていうことです。<laughs> 不確実な脅威。 だから緊張することを織り込んだ上で台本書いてるわけだから <laughs> 立派ですよね完璧な入りだなと思って、うん、だしその後も「不確実な脅威」ってフレーズ気に入っちゃって何回も言ってましたね、うん、<laughs> 言ってましたね堀本さんのことそう呼んでましたからねどうですか不確実な脅威としては <laughs> <laughs> あれすごいゆる言語グラジオ的で、もうとんまな完全に合わせに来てて、すげえなーって思いました、ねすね、発車でしたし、おしゃべりも。入りからね、すごく引きつけるっていうのはね、うん、これ意外とできないですからね、工夫しないと。だ、う、し、ん、私あの動画、何が面白かったって、コメント欄で、ヒルガードの心理学だ、積んでますっていう人が3人ぐらいいて、<laughs> あんな分厚い専門書を買うな、みんな興味本位で。積 <laughs> むな、そんなん。2万5000円って言ってましたよ高ど。高っ <laughs> 水野さんは動画けどす、ねはい一応まあちょっと一次選考のものをはい、はい、えっと来たものフォームに来たものは全部見れてないんですけど、うん、えっと上がったものつまり合格したものはあらかた目を通しましたねね選考も手伝ってくれてましたしねちょっとだけねほ、うんとにほんの少しだけですけどのでまあいろんな一時動画見たりすでに上がってる二次動画見たり、うん、した中で印象的だったものはあります大笑いいしたやつありますね。 ゆるインターネット特殊文化学ラジオさんですね。<laughs> はい。ありましたね。この人逸才ですよ。この人は逸材ですよ。<laughs> それ水野さんニコニコしましたね。急に。<laughs> 確かね。堀本さんと一緒に。<laughs> うん。 東海向かってる時かなんかの新幹線で手分けして見てたはずんかでも移動時間にガーッて見てて普通に新幹線の中でめちゃくちゃ笑っちゃって水野さんが横でケタッケタケタ笑ってるからうるせえな声ですよってどうしたのって聞いたら「この人面白いっすわ」ちょっと見てみてくださいって言ってめっちゃお勧めされた人でしたねそうどういう動画ですかはいえっとですね あのエロイプっていうあれはエロイプっていうのはエロいスカイプスカイプ、ね、だからビデオ通話の中で急にエロいこと始める、うん、えと文化がインターネットにあるらしくってなんかそれに異常に精通したあのテロリストみたいな人とか情報量が多いな。<laughs> <laughs> すごくね、すごく不安になる声で、ずっとめちゃくちゃガンギまりの目で、真顔で喋ってるっていう動画ですね。はい、えっと、オンライン通話でエッチなことをするっていう、エロイプっていう文化がまずあって、はい、それをトークテーマにしたテロリストみたいな見た目の人 <laughs> が、がんぎまりの目で、めちゃくちゃ不安になるけど聞きやすい、なんかよくわかんない魅力的な声で喋ってる回ですね、これは。すすすごいっすねねしかかもその日なんかあれですよ、ね これは僕の独自研究によって、9つの類型に分けましたみたいなこと言ってました。しかもね、類型も面白いんだ、また。<laughs> なんかね、全部語ってくれなかったんですけど、例えば1番、セッション型とかね。<laughs> まあ、4番、ソロ型とかあるんですけど。あまあ、だから多分セッション型っていうのは2人でエロいことをするす、ね。そう,そう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 。5番目、アンサンブル型。<laughs> アンサンブル型っていうのはあるのセッション型と一緒じゃないの <laughs> はい、7番目、テロール型。お前はそれ <laughs> <laughs> そう。お前や。 テロリストみたいな格好したやつがね。エロイプの7番目の類型はテロル型です。お前やないかいっていうね。<laughs> そう。めちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白いこの人。<laughs> この人めちゃくちゃ面白かったな本当。<laughs> でしかもそのヘラヘラしてないんですよね。うん、もう淡々と。真顔で喋ってる。その何だから僕の地元にこういう文化がありますぐらいのテンションで、うん、なんか。<laughs> エロいっの話してんですよね変なこと言ってないですよって感じでねそうそうそう本当大真面目に喋ってて、うん、多分なんか自分の言葉でなんかむちゃくちゃ笑うみたいな全然なく <laughs> 淡々とでも構成も綺麗だし、うん、上手に喋っててすごく魅力的でしたね、うん、いいですねはい。<う>だから二次審査のだから堀本さんとのセッション、うん、上がるのマジで楽しみっすそうですね上がんないっすえ <laughs> どし何ですか？あのその方二次審査に持ってきたテーマはいはいなんだと思います？エロイプ以外でこれですね。エロイプ以外インターネット特殊文化ですもんね。だからなんですかそのスラングとかさ、なんか顔文字とかさニコ動のコメントとかそういうじゃないですか。インターネット特殊な文化ですよね。この方ねインターネット特殊文化次持ってきたやつが第二弾はい。 ライブチャットのエッチなやつね、うん、エッチなライブ配信というかライブ通話の男性版のチャットボーイをこの方がやっていたお金を稼ごうと思ってチャットボーイをやっていた時の話フィールドワークの経験談を喋ってくれたんですよ、うん、使えるかそんなもん使えるかそんなもん <laughs> いやいやいや僕は結構ギリギリまで攻めたいタイプなんでこれはまだいけると踏みますはいはいはいそのテーマだけだったら別に YouTube に投稿しても大丈夫じゃないかと収益はちょっと厳しいかもしれないですけどまあバンはされないでしょう攻めてみてもいいんじゃないでしょうかと思うぐらいですこのテーマ聞いた段階ではただ何が問題って内容が問題でもうね60回ぐらいねドライオーガズムっていう言葉が出てくる60回ぐらいん みたいなあと多分ねそのね肛門を意味するそのカタカナ三文字はね多分280回ぐ <laughs> <laughs> おい。でなんかねずっとうまいこと言ってんの <laughs> それを使って。<laughs> <laughs> なんか、うん、スタートアップ業界には死の谷と言われる、うん、みんなが諦めていくところがありますけれども、うん、ドライオーガズムにもそれはあってうまいなみんなが諦めていく場所があるんですよね、うん、これはまさに尻の谷です <laughs> 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 ずっとなんかしょ,しょうもないこと言ってんの <laughs> こいつたち何なんだよ <laughs> めちゃくちゃいいじゃん1時間ぐらい喋るしよああ1時間やっちゃったかその人もねなんなら一番盛り上がったか分かないああやっぱりでしょうねめちゃくちゃ面白いじゃんこの人の話そうだよねめちゃくちゃ面白いんですけどちょっと YouTube には出せないんでそっか今交渉中なんですけどこれ僕の有料ノートとかで出そうかなって思ってますなるほど世にあんまり出さないものを好む人たちアングラの皆さんの元に届けようかなって思ってますああなるほどね ちょっとなんで恐縮なんですけどどうしても気になる方はお金出してはい、はい、読んでいただけいばこ,この方が OK してくれるかもそうですねまだわかんない交渉中ですはいエロイパ兄貴僕らがもしかして裏で呼んでる名前で呼んじゃいました今今完全にカット中に水飲んでる時に「いやエロイパ兄貴面白えなエロイパ兄貴すげえな」って言ってたから。 使う場面になっても普通にエロいパニックって言っちゃったパキナさんですけど名前 <laughs> すみませんパキナさんのこと <laughs> エロいパニックって呼んでるの間違えて普通にオンエア部分でも言っちゃった <laughs> <laughs> パキナさん本当に <laughs> 交渉決裂だこれはこれはもうだめだよ本当に申し訳ございません <laughs> どうかご容赦いただければ、はい、いやもうそんなエロいパニックなんですけど <laughs> はいもうそれでいきましょうはい <laughs> あの ドライオーガズムって言葉ずっと言ってたんですけどあのいつドライオーガズムをやっていたかというか始まろうとしてたかというと大学一年生の時らしいのでカバンされないですよね大丈夫ですよ覚悟を持って続けてくださいこれ大丈夫かな俺ギリ大丈夫かなと思ったんだけどあのあれなんですよ大学一年生の時にドライオーガズムをちょっと体験できないかなと思ったんだけど全然わかんないけどそうなのまず大学一年生でどう 当たり前みたいに話されててそういうもんインターネット特殊分担そういうことそういうもんなの全然ピートーはまあ思ったらしいんですよはいはいまあじゃあもう突っ込まないそこはでもそれやり始めた結果開けてもくれてもドライのことばかり考えるようになってしまって僕のバラ色のキャンパスライフはドライによって潰されてしまったんですよってずっとドライって呼んでましたドライオーガズンのことスーパードライみたいに 開けてもくれてもドライのことばかり <laughs> 当たり前みたいに言ってて面白かったです面白いですね <laughs> ぜひあの格好であの見た目で、えー、鴨川に来て,来て、ね、乱入していただきたいですね乱入してもらったらね,ね面白いんですけど多分警備の人が止められるでしょうね <laughs> <laughs> そうですね <laughs> すっげえ映え物件なんで、いい感じの物件なんでね、<laughs> はい、あの最悪、捕まってしまう可能性がありまし、ねね、目だけ見えてる、なんかバンダナみたいに巻いてたんですよ、ねうん、みたいなちゃ怖かったです、ね、本当にちなみにあれのセッティング、めっちゃシビアらしくて、<laughs> はい、お茶出して進めたんですけど、<laughs> うん、いや、ちょっとこれしちゃったんでって言って断られました <laughs> あ。このバンダナしてるとお茶飲めないんだ <laughs> 大変ですね これやって気づいたあるあるなんですゆるがくとハウスあるあるそうですね、はい、というかまあ二次審査あるある二次審査あるあるどうぞみんな昨日聞いたこと言おうと思ってこれってほにゃららなんですよねっていうのを言おうとした結果引用五行説の話みんなすぐするええー。<laughs> それは本家では一回もやったことないのにね,ね不思議ですね修練進化というか、はい、うこれってこれこれと同じなんですよはもうさんざん僕らもやりまくってる構文ですけど、うん これってこれと関係あるらしいですよでおしゃれなこと言おうっていうみんなの集合的無意識があって、うん、<laughs> そこからみんな派生して引用語行説持ってくるんです。えっとですね医学用語学ラジオあはいバイキンの話してたあそうです一時予選だバイキンの話してたブラキューさん、はいはい、がですね、えー、臓器の話。うん を持ってきたんですけど、五臓六腑の五臓って、陰陽五行説から来てるらしい。あその五っていう数字がね。そう,そうそうそう、はい、対応してるて。対応してるらしいですよ。だから。<ー>なか分かんないけど、例えば、水臓が、火、みたいな。肝臓が、水、みたいな。うん、なんかそんな感じで、対応を取。取れてる、だから五なんですよ。へ<ー>っていう話とか。ははい、はい 霊長類学ラジオの人あ、はい、え霊長類学と陰陽五行関係あんのもうの猿というものが各文化圏でどう捉えられてきたかみたいな話をした時に面白そうなんか陰陽五行のと文脈から猿はこういうものとして扱われてたそうですっていう話でへえ<ー>ああ陰陽五行ここでも出てきたと思ってなんか確か収録が連続してたんですよだからへえ五ロ六プって陰陽五行と対応してんだ猿の印象って陰陽五行で説明できるらしいんですよ猿も?」ってなりました。<laughs> 多分話してる人何ってなりますよ、猿もだから、猿もは言ってないです、僕の心の声、大変です、殺しておかないといけないです、びっくりしましたね。あとね、ゆる占い学ラジオの人も言ってました、それはそうだね。俺もそこは来ると思ったよ、それはそうだね。引用語行の話しないとやっぱり、だから、なんか引用語行に行くんだなっていうのと、あとね、ハイデガーの話も3人ぐらいしてました、へえ。そこかましたけど。 はそれはすごい面白いね引用語行とハイデガーがめっちゃ被る、うん、ハイデガーのまあだからハイデガーと引用語行の共通点ってそれですねどれどれ <laughs> ゆるクトハウスのテーマとして選ばれやすいっていうとこですね <laughs>、うん、全然謎が解明できてないんだよななん <laughs> でなのか全然分かんないんな <laughs> フォーマットに乗っけてみたかっただけですこれは <laughs> 意味のないこと言らってくださいね <laughs> 失礼しました 面白いなと思いましたねこれなんか吐くつけたいなと思った時にかっこいいやつ持ってこようと思ったら僕はアリストテレスとかに頼りがちになるのかなって思ってたんですけど引用語行とハイデガーが多かったな今回は<ー>意外さがって面白かったハイデガーはまあ,あの刑事上学の人とか,かそれはモロハイデガーですね。ね、まあ、それは、ね それ言ってくれないとハイデガード,スドストレートハイデガー知てました誰がハイデガーだったんですかえっとねちょっとうろ覚えなんですけどなんか美学みたいな概念の時に出てきたような気がするナターシャさんのやつ、えっと、ナターシャさんのやつじゃないです、ね、美学の,話の、ね、美学っていうかなんか芸術みたいな話の時に<ー>ハイデガーもこんなこと言ってるんですよっていう話になった気がするへえなるほどみたいなハイデガーもねいろんなこと書いてるんで、うん、引用しがいあるじゃないですかはいはいはいだから全然一見違いそうな芸術作品の話 とか,なんか心理の人間の心理の話みたいな時にふとした時にハイデガーもこういうこと言ってますうんだってあまた出てきたハイデガーってなりましたへえ僕らのね確かに番組品質ってやっぱデカルトとかね,ねアリストテレスとかそういうところですけどす、ね、現代の方までも戻っていく感じそ面白いですね。うん。あとさ全然関係ないんだけどさ、うん、はいあの前になんかの回で撮らないで俺のデカルト見を言いそびれたんだよねうんうん、うん そしたらコメント欄で「取らないで俺のデカルト見」って言ってくださいってめちゃくちゃコメント欄に書かれてて、はい。さ <laughs> さらにさ、うんもう このゆる学ハウスの一次選考動画でも、デカルトの話してる人たいたじゃない。ですかゆるバーチャルリアリティ学のラジオさんですかね。はい、あの方もデカルトの話してたりしたら、コメント欄に取らないで、俺のデカルト見って書いてる人とかもいて。<laughs> はいはいはい。もう、僕目にするもの、目にするもの、取らないで、俺のデカルト見っていう、僕がかつ一回言ったセリフだけのセリフがもう。目にしまくってて、これ言った方がいいのかなみたいな。持ちギャグみたいな。あれじゃないですか、芸人さんが。がハンバーグみたいな。一 <laughs> そうそうそう回どっかでハンバーグ言っとかなきゃいけない,いな、振られたらすぐ言わなきゃいけないみたいな。<laughs> はい、あれの。 最近持ち始めてて今水野さんがデカルトって言った瞬間ピクッて、うん、<laughs> 悲しさが <laughs> 大丈夫かなつっつてあのこれから高らかに差し上げます、うん、僕のデカルトミート <laughs> 交流しましょうよ世界にデカルトを、ね、そうですね独り占めしちゃダメそうですねこれだからもう二度と言いません僕は、はい、なであので皆さんコメント欄でこれ言えよって催促するのもうやめていただければと思います,そうです、ね、デカルトミは世界にオープンソースとして今解き放つことを宣言します <laughs> よし 水野さんの方ではいはいあのー、うんちの話するやついっぱいだなっていうああ一次予選でうんこかぶりとかしてましたねうんこかぶりってするのか <laughs> 普通のさそのフランチャイズとかでさそうですね普通オーディションみたいな場合に持っていくものってうんこの話あんまりしないはずですよね、はい、普通は応募者のねその品性が問われますよね、うん、本当にね うね、どういう、どういうつもりなんですか本当に。そうな,なんかてて、ね、うですよ。 本当そうですよただ結果としてうんこの話を送ってきた人2人通過してますから面白かったですね面白かったですね当たっているという意味では当たってるんでしょうけどそうですね非常に不名誉な話であるんですけどそのうんこっていう切り口を選んで投げた球僕らの胸にどっそりと響きましたありがとうございましたそうなんですよねまあ断じて僕らが下手たく好きとかそういうことないと思うんですけどそういうことないと思うんですけどあの動画壺に入りましたねめちゃくちゃ面白かったですね人がが分間でうんこ食べたくなる どんな切り口やねこれは見たくなるやっぱね見たくなりますそうでもう一人はなぜうんちは臭くてラーメンは美味しいのかああこれも面白い話でしたいいフレーズですねなのでだから僕の希望としては僕ちょっとあんまり先行にタッチしてないんですけどこの二人で「ゆるうんこ学ラジオ」がそれ完成ですねはンゆるうんこ学ラジオ」「Spotify」スポンサー降りちゃうんでやらないです <laughs> え僕、スポンティ v a の担当者が本当に話わ分かる人なんですよ、これやっていいですか、あいいですよみたいな、優しいです、ね、こういうのをやるんで予算出してほしいんですけどって言ったらうん、ちょっと情勢的にこれだと難しいかもしれないんで、こっちで調整してみましょうかって、めちゃくちゃ親身になって相談を聞いてくれるんですさすがにねあの <laughs> スポティファイスプレゼンツのもと誕生する第一番組に決まりましたゆるうんこがくラジオですって言ったら、うん、ならないならない<え>スタンディング・オブ・レーションみたいな,たいな私あとさすがにそれはやめましょう <laughs> 優しく <laughs> 優しく言うと思いますじゃあエロいパーニキエロいパーニキーもダメ <laughs> もっとダメ <laughs> スポティファイコンプラあんのよでかい会社よあれ世界のプラットフォームなんだからあれ言うわけねえだろう <laughs> そっか <laughs> えー、だからやりません。ゆるうんこラジオはやります。まあでもね、そのうんこかぶりの二人があったのでね、うん、なんかこの二人とかがもし出会ったりしたら何が起きるんだろうとか思うとね、ですねと恐ろしいですね。相乗作用の面白さみたいなところあるかもしれない、ね。ぜひね、その場合はも鴨川で二人でトイレとかで収録してで、ね、<laughs> 実物を見ながらやっていただきたい,いす、ね。実物を見ながら喋ってもらう。<laughs> カメラも入れるんですか、そこに？そうですね。で最悪食べ始めちゃうかもしれない。<laughs> <laughs> 水野さんシモネタ好きすぎるんよ。<laughs> らいじゃんうんこ食べる話 <laughs> もうあんたがハックされてんのよあの切り口に <laughs> 壺入ってるわ <laughs> そんなハンガリかねでもさ腸内環境学だって、うん、あのなんか臓器の話してる人いたじゃないですか腸内環境学はの人<あー> <laughs> 違うえっ、ー、となんだっけ組織 織解剖学か、はい、はいはい失礼しましたえっとその人とかさ、うん、一次審査の動画が衝撃的怖かったですねボケまくってましたよねなんか第6回みたいなそう第4回かな第4回とかって最初てそれでも始まりました第4回みたいな感じでねボケまくっててすごかったですしかも真顔で真顔で淡々とがんきまりな状態で喋ってて「君の水い臓を食べたい」というベストセラー小説は この水臓を食べることを意味していますね、うん、みたいなことを言って水蔵臓を最後引きずり出してぺちゃって食べて終わる衝撃のおうちでした結構初期の時期に公開されたんですけど、うん、一定の視聴者からトラウマを、ね、<laughs> そうですねトラウマ怖いとか <coughs> サイコパスとかめっちゃコメントされてました、ね、上がってましたけどねあの最後にあのね町内の人もうんこ食ってくれたらねそうですねあのボツにしてましたそうですね <laughs> <laughs> 当たり前だろ使えないよそんな。 ちなみにそのうんこ食う話の人、うん、ゆる腸内環境学ラジオの人もう考えすぎたのか分かんないんですけどこれ差し入れですって言って草屋持ってきてました <laughs> おかしくなってる感覚が考えすぎ<う> <laughs> おかしくなってるよ僕の差し入れはねクリシュじゃないですよ <laughs> 考えすぎない,い普通クリシュでいいからああ頭冷やしてくれよ手ぶ <laughs> らでこれはいいのよ で手ぶらでいいですしね全然もうおかしくなっちゃっておかしくなっちゃってんだよな完全にしかもねこの草屋ね焼かずに食べられるそのまま食べられるスティックタイプですいや別にその配慮はどうでもいいです別に収録の合間に食べられますって言ってもらってね臭かったですあ食べたんだ余っちゃいましたうん1本一本食べても限界になったんで2本余ってるんであとで水野さんのカバンに入れときます大丈夫です大丈夫です一旦とりあえず大丈夫です大丈夫ですはい 差し入れシリーズで言うとさ差し入れそんなみんな持ってきてくれたんですかこれねあの番組の中でも使ってるんですけど、はい、ゆる美食学ラジオの人があーそれはいいかもこれ持ってきてくれましたねんタッパーに、ね、何か折り紙の鶴<う>みたいなでも。折り鶴持ってきましたね何の匂いこれ何すかこれこれね野菜です野菜 <laughs> 野菜ちょっと見えないよな,な <laughs> オリ鶴ルですけどねどう見てもそうオリヅルの見た目した野菜なのこれオリ鶴ルの見た目した野菜野菜なんだなんか最新技術寒天の製法を使って寒天、はい、寒天の野菜をシート状にしたやつへーえじゃこれこの野菜は何なんですかこれがねかぼちゃだっけなか,かぼちゃなんだそれがかぼちゃうんでもかぼちゃの匂いいあんましないですねなんか醤油とか,油かあそういそう,そう強い味付けの匂いがするけどあとねトマトと大根 と人参かなへほほほほがある最近のなんかベ,ジベジータブルシートみたいな概念らしいんですけど<ー>それをちょっとこれ遊べるんで、はい、鶴にして折ってきましたっっ、うん、ちょっとぜひ食べてくださいって言って人が折った鶴を食べるっていう <laughs> 世にも奇妙な経験をしました謎,な謎な体験ですね。<laughs> でもね、そうかこ,れこういうの渡されたりとか、みんな絵代わりを意識してくれたりとか、はいはい、すげえ創意工夫が一人一人であって、素晴らしいなって思いましたなんかあれなんですか、その中国の朝貢貿易みたいな感じで、うち、ん、に来るんだったら手土産持ってこいよ言って言ってことな,いな,いない、言ってない<え>、みんな勝手に工夫していいラジオにするにはこうしたらいいだろうなみたいな、工夫気の利く人たちばっかりで、感動しますよ,、ねね、よかったですね。 あの持ってこれる限りの聖書持ってきましたって言ってキャリーケースにパンパンに聖書詰めてきて <laughs> 僕んちはあの階段しかない2階じゃないですかはいはい階段で積んでました <laughs> 持ち上げらんねえわじゃあすっごい山積みの聖書,み聖書に囲まれて収録します。 めちゃくちゃゃくみんな工夫してくれてありがたいなっていう面白いな絵代わりを意識してくれるっていう中草屋持ってきたやつ意味わからんない文脈がないですか、ね、そう本編に使えない草屋を持ってきてただただ僕が臭いなって思う僕のお土産はクリシューじゃないですよ <laughs> アホかっていういつ面白かった今急に面白かった <laughs> 僕のお土産はクリシューじゃないですよ <laughs> あの謎の自信めちゃくちゃ面白くった <laughs> どこに胸張ってんの <laughs> なんか他水野さんは思ってることはありますかそうですねやっぱこうそれぞれ上がってる動画見るとおのおのんていうかこう僕が考えもしなかったスタイルだとか構成とかで言うたら一応僕らの番組をいっぱい聞いてる人がやってくれるから、うん、まあちょっと模倣しちゃう部分あるのかなと思ったけど、うん、結構そんなことないというかそうです、ね、僕例えば「その、えっと、ゆる美学ラジオ」 はいはい、の、えっ、ー、と、ナターシャさんのやつとかって、うん、もはや結論を用意せずにいくっていうスタイル。でやられたと思うんですよ、ねうん。そうですね。議論しましょう、一緒に。そう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 。あれとかすごい斬新だなと思って。新しかったですね。僕もそっか、リサーチって結論まで作んなくても、ちょっと考えますかって,言って。うん。考える方向とかありだなと思って。うん、なんかあれすごい勉強になったりしたんですよ。素晴らしい。だから本家もちゃんとここから。 フィードバッックを受けてよりレベルアプしくかもしれなね本人のおかしみとかさ淡々としゃべるみたいなのって僕あんま得意じゃないからそれは多分真似できないというか個性の部分だと思うんですけどそういうところとかはいっぱい盗んでやろうっていうことを思ったしあと多分もうポッドキャストアワード多分ノミネートしてもらえないと思うんですけど取っちゃったからなんかあれ殿堂入りみたいな仕組みがあるのでなんかあの。 えーとアワードが終わったそのまま夜ライブ配信して、うん、来年はね大賞絶対取るぞ来年こそ取るぞ」とか言ってましたね、うん、でも多分取る資格がな,いな, <い S 1> なくなっているので,で、ね、そうなので <laughs> その分この新しくできた番組負けないように「ゆるゲンゴクラジオ」を面白くしてやろうっていうところを燃えてますねうん、うん、今僕はい,い目標になったそうなんですよ負けたくないなっていうやっぱりライバルたちとのね戦いが 一番テンンション上がりますからそ、ね、そそうそうそうでも一方でね僕らもフランチャイズ化するにあたって、うん、ノウハウを共有しようみたいなことは、うん、多分いろいろ約束をしてる部分だと思うので,うで、ね、みんなでノウハウを共有してみんなで面白い番組にしつつさらに切磋琢磨するというか、うん、その中でも頂点を取りたいとなるほどそういう気持ちが普通つつと最近湧いてますね。ちななみにですねこ、はい、これーいいっって思ったやつはい、はい、このアドリブー 俺も勝ちてえなって思ったやつがあってあのアルフさんという方の「ゆる馬がくラジオ」はいはい、職場に新卒で入った時に「自己紹介しろ」って言われて僕馬大好きなんで。 どんな話題でも馬につなげられますって言ってなんかお題くださいって言って職場の人になんとかみたいな大福みたいな大福ってことは和菓子ですよね和菓子のあれは馬のなんとかから来てますみたいな全部のものを馬につなげるやつやったんですよって言って <laughs> <ー>すげえってい で彼が言ってたのは馬って人類の歴史と切っても切り離せないからありとあらゆる学問ジャンルと馬はくっつけられますと僕が言うんだから間違いありませんみたいなこと言ってていいプレゼンこいつすげえかっけえと思って俺なんか出せねえかなコンピューターサイエンスで馬って思ったんですよ、うん、でああ1個あると思って。 俺いいアドリブ出したなと思って感動したのが「うん、新アシリア帝国における国家通信」っていうウィキペディアの記事があるんですよ。はいはい、これすげえ面白いんですけど何かっていうと新アシリア帝国紀元、うん、前ですよね紀元、うん、前に作られてた通信網がめっちゃ効率良すぎて。うんはい モールス信号が開発されるまで、うん、電信が開発されるまで速度抜けなかったんですよ<ー>通信速度尋常じゃないです出てて<ー>古代のシステムでもこんなに完璧に作れるんだと、うん、通信っていうのは技術だけではなくそのテクノロジーの発展度合いだけではなく工夫でスピードを上げられるんだっていう我々のコンピューターサイエンスのネットワークの話で興味深い事例として挙げられるものがあるんですよ、うんうん、っていう話をドヤって披露したんですよ、うん、これ 当然、文章を運んでる馬ですからこれも馬の話ですよねって一通り喋った後に、うん、あれ、これ馬じゃなくてラバーだった気がするなってなって、うん、<laughs> はい、やべってなってごめんなさい、これ僕ラバーだったかもしれないですって言ったらこのアルフさんが、うんうん、あ大丈夫ですよ、ラバーも馬の仲間なんで、うん、規定目なんで僕、規定目は全部拾えます。ラ <laughs> <laughs> ラババはこうですねって言ってててて言の話し始めてくれて <laughs> あすごい,すごいなんかアドリブで負けたくないなと思って一生懸命セリアった俺をさらに広いアドリブの力で包み込んでくれた。かっこいい。上を行かれた。すげえ。えっ、ー、と、ネズッチの馬番ってことですかそうで馬番ネズッチ。馬ネ,ズッチ馬ネズッチが生まれました。ややこしいのよ。馬とネズミが干渉してもややこしいのよ。動物と動物で。確か馬と言語学も多分いくらでもね。ねまああの馬の語源の話以前したと思いますけど、うん、あの実は大和言葉じゃなくて。あ、そうでしたっけ 馬ってね音読みすると「ま」じゃないですか、うん、あれから「馬」っていう今の日本語ができている表現、うん、的には。はいはいはい あの看護由来だっていううう音読みから来てるんじゃないかみたいうそ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 う、ね、っていうところで多分出したと思うんですけど、あああまあ僕パッと今出てきた馬かける言葉のうちくそれぐらいしかないんですけど。<laughs> なるほど。でも多分あのめっちゃあると思いますよ、ね。っていうかそのアルフさんのそのジフがかっこいいですね。かっいい。どんな学問でも僕は馬とくっつけられますってユル<う>学とハウスのコンセプトにすごく合ってますよね。ああかっこいいってなって、うんうん、憧れちゃうってなって。 でしかもそのラバーのやつ助けてくれたと規定目なんで僕もう規定目だったら大体いけるんで、うん、バクとかもいけますえっ、ー、バクって規定目なんだえっ、ー、バクって馬の仲間なんだすげえへえ<ー>いちいち震わせられるっていう偶定目だとダメなんですかねじゃあ偶定目だと多分ダメなんじゃないですか変な方より変な方り <laughs> 確認してないですけどおそらく偶定目はダメです規定目はいけるってっへえ<ー>そんなわけで この人面白かったあの人面白かったって話もう多分今話題に出た人だけで10人以上はいた気がするんですけど、うんうん、もっともっといますからねこれ40人いて<の>本当にみんなめっちゃ面白かったんですよはいだからあの何が起こるかというと最終選考をこの日までにしなきゃいけない日の夜、うん、僕どうなってると思いますもうこここのののの人人人人ててやっぱこの人足してこの人引いいいみみたたななよく昔話とかでさ王王国女が 結婚相手悩むみたいな展開あるじゃないですかあの各国から条件のいい人が集められてきてどの殿方も選べないわみたいなやつうん、うん、あれです <laughs> 完全にあれになってました <laughs> でも俺ちょっとその何あの堀本さんがそれのやり取りをしてるの見てましたけどここ、うん、で本当に困ってましたよね困りました <laughs> <laughs> いやだってもうこの人も外せないしこの人も外せないし宿側のね、えー、店員が決まっちゃってるからねあの一時選考の時みたいに下駄を履いてすごく増やすんじゃできないんですよね員を守らない時はい10人って決まっちゃってるんで、うん、もうだから選べないってなりながらひたすら頭を抱えましたねうん、うん、いやそのロークは非常に想像 するのが容易ですよ、ね、なんかすごいあの <laughs> 英語の役文みたいになった想像にかくないって言おうとしたんだけどそそううんかイーゼイズイいうイマジンザップみたいになっちゃったそうそうするのが容易ですよな,なんでちょっと言い方も海外の方っぽい言い方なんだ不思議だった日本語難しい <laughs> そうなんですよめちゃくちゃ苦しんじゃいました、はい、でもすげえ悩んだ結果まあベストの選択をしたなとうん、うん、思えておりますので今ははい なんかでもマジでめちゃくちゃ本当に一番面白くなるんじゃないかという10人を選択してこの10人で無事これからですね収録時点でちょうど1週間後かなに鴨川に行って10人が共同生活して気が合ったり合わなかったりちょっと一緒にラジオやってみようぜあうまくいったねちょっとこれやってみようかみたいなリアリティショーをやりながら新しい番組が誕生するそういう収録がこれからあります。はい なん十人の発表ないんですかまだ。ないです。あしない。しないです。まだしない。どうやって発表されるかというと、はい。だってこれゆるガクトハウスですよ。うん。テラスハウスパロディですよ。はい。 つまりテラスハウスのメンバーってどうやって分かりますかリムジン乗ってそうそうドア開けてみたいな感じでそうそうそガチャッ入ってきてさ他のメンバーからおみたいなああそれ待って俺テラスハウスか間違えたバチェラーバチェラー想像してリムジンで喋っちゃったガチャだそうですねバチェラーですそれははい間違えましたそうかんか車に乗ってきてるえまあまあ大体外れてないかって思ったけどそうかバチェラーと混同してたんですねバチェラーと混同しました間違えましたそうそうあのね 若者たちがさ一人ずつ入ってきて「え俺一人目?」みたいな、うん、混乱しながら座るやつあるじゃん,うん、うん、で次の人入ってきて「あこんにちは」みたいになってさドキュメンタルとかでもやるやつねそうそう、うん、でだんだん慣れてきたの最後の人が入ってくる頃には「おお!」みたいな「うん、おお来た!」みたいになってるやつはい、はい、あれです、うん、あれで発表される感じになるんで<ー>誰が選ばれるのかまだ分かりませんのでまあ本当にオーディション番組を楽しむつもりで、うん、誰が選ばれるのかなっていうのを楽しみながら すでに大量に上がっております動画とか、うん、これから上がる動画を見ていただければなと思います、うん、見とけば見とくほど多分楽しくなりますね楽しくなると思いますよ、うん、コンプリートしてから見たらあーこの人かってなるんで予想しながら見るとねめっちゃ楽しいと思いますね,そうですね誰が通ったんだろうみたいなところとかをね予想、うん、すると 一次審査の動画がずっと上がってたのが終わって二次収録の動画、うん、二次審査の僕と収録したやつの動画が今毎日上がり続けてますんで最初にも言った通り僕死ぬほど頑張って収録したんで、うん、<laughs> ぜひ皆さんに見てほしいです、はい、ただねコメント欄でね、えっと「ゆる言語学ラジオ」が週に2本更新されて「ゆるコンピューター学ラジオ」が週に1本更新されて「ゆる学トハウス」が週に7本更新されるから堀本さんが喋ってるコ,コンテンツが週に10本やってきて「あ待っ待てよライブ配信がある週もあるから週に1 1本だ白目」っていう人がいて。<laughs> ごめん <laughs> 追い切れないごめん供給方あのなんでね洗い物してる時とかさそうです、ね、通学通勤中とか長いんで耳で聞き流してもらえるといいかなと思いますはい今日我々が褒めちぎった人「この人面白いっすね」とか言った人いるんですけど、うん、その人たちも全員受かってるとは限りませんうーんだからこう僕らが面白かったって言ってるイコール合格が保証されているわけではないですね。ていうかなんならね今日話題に出した人大体割と結局通ってない。あ マジっすか,かそれぐらい厳しいんですよマジで全員面白い、えー、マジでみんな面白かったんでエロイパー兄貴 <laughs> エロイパー兄貴お願いしますエロイパー兄貴はさダセンってダセンって YouTube に <laughs>、あのー、誰が通っているかは一切言わないんですがエロイパー兄貴は通ってないです <laughs> ーえぇ、ー わ、えー、かるじゃん、もうそれは。えー、ここまで言った流れで。エロイプ兄貴かける女性の、なんか、その、新番組みたいなのダメダメダメ、絶対ダメ、絶対ダメ。ないですか絶対ダメ。エロイプ兄貴がテロールしちゃったらどうすんのよ。<laughs> しないよ。しないよ。しないですね。うん、もうダメだ。エロイプ兄貴のこといじりすぎてね、本当ん申し訳ねえわ。エロイプ兄貴でもねえし。 い <laughs> もねマジで見てほしい本当に <laughs> あれほんと癖になんの俺さゆるガクトハウスのさ一時動画の中であれだけ5回ぐらい見てんだから俺 <laughs> なんか水野さんめっちゃツボだよねあの人、ね、<laughs> <laughs> めちゃくちゃツボです僕は概要欄にリンク貼ってきますで皆さんぜひ見てください、はい、よろしくお願いしますそんなわけで、はい、最高の10人が集まりましたゆるガクトハウスエピソード0うんうん あのテラスハウスの予告トレーラーみたいなやつが、はい、10月1日に公開の予定でございまして、はい、その後は毎週2本ずつ更新され続ける、うん、スケジュールになっておりますのではい、はい、それを楽しみに皆さんお待ちいただければと YouTube で公開されるあのゆる学とあすの YouTube チャンネルで公開されていくって感じですねそう,ですそういう感じですじゃあ皆さんそっちのチャンネル登録をぜひもよろしくお願いしますということとはいなんか例えばさはい、はい、ゆる馬学の人とさ、うん ゆる組織解剖学の人がさ、組み合わせされてさ、馬が解剖されたら面白い。それでは、馬の解剖を進めていきます。ザッやめてくださいやめてくださいうーでは、馬の水臓を食べていきます。みたいな番組です。みたいな番組できたら面白い。ホラーやん。ただただ馬の人がかわいそうなやつじゃん。いや、そういうね、相乗作用ももしかしたらあるかもしれませんから。馬の水臓を食べたい。馬の水臓を食べたい。 ただのジビエ面白いな, <laughs> <laughs> 白いなその展開 <laughs> ワクワクですね千葉県にねジビエいっぱいありますから、ね、<laughs> 馬の水槽食べたら馴染むかもしれません、ね、そうですね楽しみですね 皆さんもこんな感じでね誰と誰が組み合わせられるとどんな番組ができて面白いかっていうのをこの「ゆるがくとわず」のチャンネル眺めながらぜひ考えていただければと思います。うんはい、あとコメントでガンガンください「はい、馬が解剖されたら面白いと思います」みたいなやつをいただけるとね楽しみですね。<laughs> はい ゆるがくたハウスのチャンネルは概要欄にリンクがありますので <laughs>、はい、こちらから皆さんどんどん見てもらえればと思いますちょっとねポッドキャストで聞いてる方とかは YouTube まで飛んでいただくことになるんですけど面白さは本当に本家護衛まであるかもしれないのなのそうですねのなでぜ<ひ>めちゃくちゃおしゃべり上手な人が集まっております、はい、チャンネル登録高評価もしていただけると嬉しいです、はい、以上今回も終わりにしましょうありがとうございましたありがとうございましたこのラジオは一階の元号宅が ゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません内容には諸説ありますご了承の上、お聞きください